でもやっぱり僕があの世界2位のやっぱりあのマスターデュエリストなんで、あれなんですよ、やっぱり僕が海賊作るとやっぱりね、ちょっと環境で海賊が増えるっていう説もあって、まあ、なかなか難しいんですね。僕世界2位なんで、すいません。いや、ツイッチで世界だよ。世界。世界ですから。こっちは世界を相手にしてるんでね。うん。だって今あれだよ。今ツイッチで俺以外、俺今、とりあえず6700人ぐらいじゃん。俺以外遊戯王やってる人の合計合わせて、今2000人ぐらいしかいなくて、今実質ハオみたいになってんのよ俺。うん、そう、あのこのゲームオワコンです、すいません。このゲームもオワコンなんだよ。みんながプレミ指摘したりなんか下手くそ言うから、みんな心折れてやめちゃったんだよね。うん、そうみんな逃げちゃった。うん、愛の戦士すらもうやんなくなっちゃったからね。エルデンリングに行っちゃったから、もう本当に誰もやってない。マジでやばい。あの天下りさんと俺ぐらいじゃない、もう残りは。もう天下りさんと俺しかやってないと思う、多分。オニアやってないでしょ。オニアはカラオケでしょ。オニアはカラオケしかやってないから。うん、やばいなあ。オニアはカラオケ、登山とカラオケ。そういや昨日なんかスタナさんとなんか登山行ってたよね。あれどうなったの？なんか深夜の山登りって大丈夫なの？まだ寒いでしょ。あれ死んだんだ。そう、スタヌと吉生と、あ、スタヌさんと、やばい、呼び捨てしちゃった。スタヌさんと吉生とオニアで、うん、へえ、吉生だけ帰ってきてない。樹海に放置された。吉田だけ帰ってきてないの。マジか。なるほどね。樹海に置いてかれたんだ。かわいそう。マジか。山慣れるからだな、確かに。確かにな。吉田だってな、ウサギより弱そうだもんな。